シュトモシチャンネル。こんにちは。こんにちは。教育を裏から伝えていく野板弓道の北岡と申します。今回の進化する授業進化する教師、2022年度最後の先生は、千代田国際中学校の、日野田直彦校長先生にお話を伺うことができました。日野田先生、お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。早速なんですけども、日野田先生は、はい、前のあの学校では最年少で校長先生になられて、前の前ですね、前の前ですね、はい。で今こう千代田国際中学校でやられてるわけですけれども、先生がその生徒主体の教育に注目されたこうきっかけとか、なんかそういったものっていうのはありますでしょうか。きっかけですか。きっかけは、一番最初は多分インターナショナルスクールのアクティビティでリトルリーグに入ったんですけども、ちょうど小学校5年生の時にタイに、父親の仕事の関係で行った時に衝撃を受けたというのがスタートですね。どういう衝撃を受けられたんでしょうか。日本の部活とかを否定するつもり全くないんですけども、一般的には日本の部活って監督がものを決めて、練習も決めて、チームメンバーも決めて、その後の反省会は監督から怒られるというのが一般的だと思うんですが、あっちの、アクティビティは正直言うと全く逆で、生徒たちが自分たちで作戦考えて、チームメンバーも決めて、練習内容も決めて、終わったら、生徒同士がみんなで集まってブリーフィングをして来週の練習内容を決めるというその、PDCA のサイクルが、先生主体なのか生徒主体なのかが全然違うと。で、一番衝撃だったのはですね、僕はピッチャーやったんですけども、1回8連続フォアボール出しちゃったんですよ。で、日本だと監督に呼びつけられて怒られるじゃないですか。では僕当然当時日本人だったので怒られると、監督にと思って、半分嘘泣きしながらですね、監督に今日は調子悪いから無理ですって、で外してもらえませんかって言われた時に返してきた言葉が一番衝撃的で、君はキャプテンでピッチャーをみんなに認められてやってるんやろと、で君の調子が悪いかどうかは君の問題であって僕は知らんと、で責任果たすのは君の仕事やから君はどうやって責任取るか自分で決めなさいって言われたら逃げれないですよね、そのまま投げました。で翌週から、言われなくても勝手に練習しました。要はそのあっちの世界がいいかどうかはちょっと置いといてですけども、やっぱりこう子どもは子どもなりの責任 と、その行動の範囲、そして自由というのを、背景として責任があるじゃないですか。そこをやっぱ徹底的に追求してくるっていうのを思い知った時に、自分で勉強というかその、野球で言えば練習を言われなくてもするっていうのを覚えたのと、帰ってきてからまた同じ目にあって、今度は監督が偉そうにしてたりしてびっくりみたいなですね、そこが多分スタートかなと思います。その大学出られてからもう最初から先生だったんですか。インター上がりなので、その日本の教育とは全然ずれてる。特に衝撃だったのが、同志社国際から同志社大学入った時に、要はそのペーパーテストは強いかもしれないですけど、まともな議論ができない、議論が噛み合わない、それと議論を相手が叩き潰すことが目的みたいになってて、そのアグリーとディスアグリーから真ん中を探して社会全体を良くするって感覚はほとんどない、で特に日本で大好きな論破って言葉で相手を叩き伏せるみたいなことがありますけども、もうそもそも議論が何のために存在しているか分からってないっていうのが見えてきたので、それを何とかできないかなと思ったんですが、就職実は塾なんですよ。でそれは僕日本で教育受けたことまともにないので、で特に塾はファミリータイムを潰してるじゃないですか、事実上、でそれを否定してばっかりだったらそれって悪い人やと思うので、否定するぐらいだったら敵地に乗り込んでみようと、で塾に入ったんですよ。でやってて、日本の教育が大体分かってきたら3年ぐらいで辞めるつもりだったんですけども、気がついたらどんどん偉くなっちゃってですね、気がついたら教科リーダーになっちゃったと、で教科リーダーになって、その学校のだから塾の限界、まさに北子さんおっしゃったみたいに限界が見えてきたので、じゃあ新しい学校を作るってプロジェクトが出てきたので奈良学園に行ったという話ですわ。っていうのが人生前半のすごい凝縮トークでした。ありがとうございます。すいません、こんなんで。
塾やられてた時の先生の授業って何どんな感じだったんですか。いつか授業を見ていただいたら分かるんですけども、一応講義型の授業です。ただ、ほぼ全てが対話で授業すると、要はそのまさか塾で対話型の授業を生徒同士にやらせるわけにはさすがにいかないので、ただ頭の中でシミュレーションをして対話が成立するような授業を組み立てるという形でやってましたね。だから実は社会科なんですよ僕、帰国子女やのに、で、暗記は必要なんですけども、最低限の暗記でセンター9割取れると方法を見つけちゃったので、1日5分で9割取れるっていうね。あとは僕の授業を聞いてくれれば大丈夫みたいな。生徒主体でやらせることって、楽しいというかこう活気がありますし、はい、その自分としてもそういう、こう光景を見てるのがすごいなんかいいなって思う部分もありはするんですけども、はい、なんかこう保護者の、説得じゃないですけど、なんか自分はこういうことしてます、はい、こういう気持ちでやってますって、なんか どういうふうに何か言われてたんですか。それに関してはちょっと説明がいろいろ難しいんですけども、僕は生徒には手張りっていつも言ってるんですよ、でまず型を覚えて型を使って型を外すっていうのが基本になるので、中1から生徒主体である必要性は僕ないと思ってますと。ただそれを意識して授業をするかしないかによって全然やり方が変わってくる。要は例えばこういう型の授業だったとしても、将来その生徒主体にすることを前提に対話している先生と押さえつけようと思ってやってる先生ではやっぱり立ち位置違うじゃないですか。なので中1の間はどちらかというとインプット中心で、徐々にそれを外していって、高校2年生になったらもう勝手にやってくれという方向で持っていくのが大事かなと思いますわ。手張りっていう考え方って、武道とかですよね、茶道とかですね、はい、どうしてそれが。これですね、僕は日本帰ってきて分かったことがですね、最初はいきなり最初からその議論の授業とか、こう子どもたちが自分たちでそのリードする授業をしたかったんですけども、対日本人で無理だって分かったんですよ。要は幼稚園の時からもうしつけられてるので、自分たちで何をしたらいいかとか、その大目標がそもそも何で今何しなきゃいけないかっていうのを空間的にちゃんと把握して議論できることほぼいないですので、やっぱり多分どうも DNA 的に手張りというか、その型をまず覚える。で日本人は頭がいいので型を覚えてしまうと、その型の意味を考えるじゃないですか、で意味を考え始めると次改造するの得意でしょ、っていうのが多分民族的背景としてあるんだなっていうのが20年間教育して分かってきたので、最初の段階では、2対1にしてくださいっていつも先生方にも言ってるんですよ。まずはインプット2割で、そのいわゆるアクティブラーニングというか、その主体、子どもたちが自分たちやる授業を1割ないしは3対1でもいいと、で徐々にこれがこっちになるようにしてくださいというふうに順番を追っていかないと、日本人にいきなり議論させようともできないっていうのは元現場の教員としてもやってて分かったので、それはやっぱり例えばタイでやる場合とかインドでやる場合でもやり方が違うと思うんですよ。っていうのはやっぱりどっちの国の教育もやってきたから、分かる数少ない人間みたいです、そういったものをこうやられてきて、はい、で校長先生になってこう改革をしようと思った時に、やっぱり現場からの反発だったりいろんなご意見あったと思うんですけども、それをどのようにまとめて。実はね、僕現場の先生の困ってることを聞いてて、でそれを一個ずつ解決しながら、本当はしたかったことでみんないっぱいあるんですよ。ただいきなり否定されたりとか、これしようって言ったらおいおい待てよってなるじゃないですか。なのでこれって子どもの時の遊びと一緒で、みんなが困ってることを聞いてるリーダーの方が偉そうにしてるリーダーよりマシでしょ、だから僕はどちらかというとご用聞きですよね、いつも。だからなんかお困りごとを聞いてみんなでこうやっていって、みんなが徐々にそのエンカレッジやりたいなって思う方向まで持っていかない限りは、僕から仕掛けることはまずないです。ここをこの先こうどういうふうにしていきたいとか、未来のビジョンって。ここですか、何でしょう、うちの学校の説明会でも少し言ってるんですけども、正直言ってそのグローバルとかそのアクティブラーニングとかいろいろね部分の話は出てくるじゃないですか、海外進学とかで、トータルパッケージになってないですよね、であれもこれもやってその部分だけ書いてこの先生が頑張ってるってやるのはいいんですけど、学校として全然機能してないので、もう思い切って言いますね、誰でも簡単に早くちょっと楽して改革できるモデルができないかなってみんなで言ってるんですよね。だって先生方がハッピーじゃないと生徒もハッピーにならないでしょ。なので笑顔の多い学校を目指そうっていうのと、だから実は中学校部活やめたんですよ。
僕もずっとサッカーしてたんで、日本の部活のサッカーやって偉い目にあったのは負け心ずっと当たる。で、人が足りないので仕方がないんですけども、やっぱりあれは家族にはね迷惑かけてしまうので、それもやっぱり永続性が担保できないので、もう今回思い切ってやめようというところです、うん、こう自分もこういうことをさせていただくようになって、はい、まあ、いろんなこう魅力的な学校を、はい、見させていただいてきてたんですけれども、はい、なんかそういうのを見てくると逆というか、逆にどうしてもここに入れたいってやっぱ思ってしまう部分が出てきちゃうと思ったんですね、はい、で例えばじゃあ偏差値だけで考えたら、第一志望60 で60に落ちたけど第二が58だったと、だったらまあいいかってなんとなく諦めもつくような部分あるじゃないですか、はい、でも例えばこういったこう魅力、その唯一無二のような魅力的な学校に行きたいと思ってダメだった場合ってなかなか難しいと思っちゃうんですよね、うん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 、じゃあ例えば、保護者が子どもとそういった受験とかをする際にどういう話をしていったらいいのかっていうのはありますか。唯一無二の学校に行かなかったら人生終わりみたいなことを親が言ったら僕ダメだと思ってるんですよ、うん、最後はご縁、うん、なのでまあ運が悪かったら落ちるし、運が良かったら通るし、あかんかったらリベンジ効くから、別に人生中学校受験で終わるわけじゃないし、高校受験で終わるわけじゃないし、でもそこに近づこうと思ってやってる限りは必ずどっかでご縁がつながるから、まあ、今回ご縁がなかったならぐらいで思っときって、何でも腹八分目が一番ですわ。であかん時もいい時も人間あるので、あかん時にこうなんか柔らかく対応する。でダメだったとしてもやり続けていればご縁は絶対つながるから、そこは真摯に続けていこうって言い続けることが大事かなと思いますわ。ちょっと親御さんが焦りすぎているところありますからね。そうですね。で今なんか学校以外にも例えばサマーキャンプやってはるところもありますし、そのいろんなところあるじゃないですか。ただタイミングはいつでもありますから大丈夫ですよ。それでもいいよって言えるかってことですね。ですです。だから親がねもうちょっと余力持って、子供を本当選ばずに行くとね、鼻くそをじって、そうか大変やなって言ってるぐらいの方が子供安心します、うん、親が頑張りすぎないのが一番ですわ、うんうん、子供に主体でこう選ばせるって、はい、まあ簡単なようでちょっと難しい部分もあると思うんですけども、その家庭で、はい、家庭でどうやってなんか体験とか選ばせたりどうしたらいいでしょうか。僕もともと合意形成意思決定が専門なので、あとモチベーションコントロールですよねが一番専門なんですけども、絶対親が決めないで選択肢を用意してあげて本人に選ばせる、その時に根拠を持って選ばせてあげるっていうふうにゆっくりやってあげることが大事かなと、うん、要は選択して失敗しても自分の責任じゃないですか。僕はそのインターナショナルスクールでやってもらったようにですね、やっぱり子どもたちは自分で覚悟を決めて、選択をしたという経緯、プロセスですよねを踏んでる子と踏んでない子で多分人生の伸び率変わるんですよ、うん、でこれってもうスタンフォード大学で実験が終わってて、親がレール引いた子と自分で選択、失敗してでもいいから選択し続けた人間であれば成長率って後者の方がずっと永遠に成長し続けるっていうのもはっきりしてるんですよ、うん、なのでいい選択肢を選ばせるんじゃなくて選択肢を自ら選ばせることをいいとする、うん、っていうふうに持っていくのが一番ですわ、うん、将来的に、ま海外とか、まあ、国際的に活躍したいと思った場合、はい、日本の選択肢っていっぱいあるように思えちゃうんですけれども、はい、海外と比べて選択肢はやっぱ多い方なんですか。その選択肢は 何を選択すればいいですか。例えば日本でしたら、うんうん、国内のインターナショナルスクールとか、はい、であと海外のインターで、あと国内の例えばダブルディプロマとか、はい、バカロレアとかやっぱりあるじゃないですか、はい、それって日本って多い方なんですか。ですね、何をもって多いかは難しいんですが、日本はどちらかというと大半が、いわゆる全日制普通科、うん、ないしはまあ普通の学校と言われるものが多いので、あっちだったらオルタナティブスクールもありますし、うん、オンラインスクールもありますし、その学校に行かなくても、ね、学校に行ったことができるというのはもっと充実している部分もあります、うん、だから何をもって選択肢が多いかっていうのは多分比較しにくいかなって、うん、例えばオランダみたいにもっと多様な国もあれば、逆に東南アジアみたいにもう1個しかありませんよみたいなのもあったりするので、まあ、まあまああるんじゃないですかね、うん、だからその中で、まあ、保護者が
どう情報を得てどう選んでいったらいいのかなっていうのが、ね、先ほど言ったみたいにですね、いいものを選ぼうとすればするほどそういう理屈に僕なると思うんですよ、うん、で僕は生徒のみんなにも学校説明会に来る生徒にも言ってるのはね、僕の話を聞いて決めるのはいいけども一番大事なのは嗅覚ですって、うん、要はこの学校に3年間6年間通いたいっていう直感で、人間として野生としての直感を磨くのが多分学校で一番大事です。あとは失敗の経験と自分で選択したってこの3つで、この3つをつけるために学校行くのであって、点数取るかどうかは君らの問題やから、正直どこ行ったってそんな変わらんでって、特に日本の場合は法に定められてここまでやりなさいって決まってるから、うん、そんなに正直差はないと。なので選択する時の基準を今の3点でまとめられるのが一番いいかなと思います、うん、なんか野生失ってますよね日本って。例えば会社でもそうじゃないですか、そのこのコンテンツ出たら問題解決みたいなのが当たり前のように今飛び交ってるでしょ。で特にメーカーさんとかでよくもう典型的にはダメなパターンがね、 OEM でこれやってこれ生産したから売り上げ上がりました、でも技術何も残らんでしょ。で手元上のお金は残ってるけども蓋開けてみたら何もその財産がない、特にそのナレッジですよね、うん、日本って日本中そうじゃないです、うん、だって今やってる勉強なんか20年も役立つんですかね、うん、それよりもなんか毎日実験してハーハーしてる子とかね、パソコン分解して火吹いてるやつの方がまあなんとかこいつ生き残るんちゃうかなって、うん、かなって。でかつての日本人ってそれやってたはずじゃないですか、うん、その松下幸之助さんの時代じゃないですけど1960年代の日本人ってはっきり言ってクレイジーでしょ、うん、あれさえ取り返せば日本人は多分やれるはずなんですよ、うん、やっぱり第二次世界大戦で焼け野原にしたはずなのにね、うん、たった20年で復活した国でしょ、うん、半分アメリカ人みたいなもんなんで、うん、恐怖感じますもん、うん、なんだこの民族って、うん、だって徹底的にね叩き潰して復活できないまでやったはずなのにね、うん、やっぱそこが根源力だと思いますわ日本人の、うん、そうですね。だからうちは最先端の昭和の学校を目指してるんですよ。あ、日本人って努力するとか、はい、辛い経験をすることがいいみたいな風潮があるじゃないですか。ありますね。はい。だからその1日20時間勉強しましたとか、はい、っていう子の方が実はその効率よく1日6時間で勉強でなんか効率よくやってきた子よりなんか頑張ったねって、でしかもそういう方が例えばこう失敗しちゃったとしてもまあ大丈夫だみたいな、うん、だけど6時間の子が失敗したら掘り見たことかみたいな、ありますね、やっぱなっちゃうじゃないですか。なんかそこをうまく変えるようにできればなとは思ってるんですけども、あ、それはねさっきも言ったみたいに頑張るのをやめようっていつも言ってるんですよ。頑張るって日本語ね、かたくなにこわばるって書くでしょ。人の話聞かないって言うと一緒なので、うん、ね、よく言ってるのが例えばエッセイとかね論文とかあるじゃないですか、もう 30% の上から早く持ってきてくれと、で持ってきてくれたら一緒にフィードバックしながらであなたという人格も知りながら作ることができると。で今後の社会はそのアジャイル開発の一人で物を作るっていうのが大事じゃなくて、みんなと相談しながらいろんな哲学をぶつけて新しいものを作るっていうのが世界の基本だから、もう 30% の出来損ないでから早く持ってきてってっていうのは言い続けてるんですよ、うん、で一人でその20時間も30時間も頑張っても問題解決しない時代になったからもう諦めようって、うん、ほらね、へっぽこな状態でプレゼン制度を持ってくるので、うん、でそこでね壁打ちできるのでね、その方が早いでしょ結局、うん、っていうところかなと思いますわ、うん、そうですね、うん、正直自分って自己肯定感ちょっとあんまり高い方じゃないと思ってるんですよ、はい、でこういう仕事をするようになって、まあ、例えばこう締め切りっていうものが結構重要になってきて、はい、ですよね。で自分も、まあ、先延ばしにしちゃうタイプなので正直この1年間の自分の点数つけるのはならば35点ぐらいなんですよ、うんうんうん、でその35点のまま結構来ちゃってるなっていうのが、うんうんうん、こうなんか今人生相談みたいになっちゃいますけど、 あるんですね、うん、わかります。なんかそういうのをなんだろう、まあそれでもええかとさすがにまだ思えない部分があるんですけど、どうしたらいいですか。やっぱね
僕もやっぱり親父が結構厳しかったので、できないできないって言い続けるじゃないですか。もうちょっと褒めたったらええかなって、であかんところは当然あかんって言いますけども、褒めるべきところはどんどん褒めていくのと、やっぱりこう締め切りとかその期限とか当然あるんですけども、完成度低くてもさっさと出してフィードバックもらうって練習すれば、逆に締め切り の, あの、まあ、うちの先生にもねずっと言ってるのが、もう締め切りの1ヶ月前に持ってきてくださいと。でヘッポの状態だったらフィードバック受けれるじゃないですか、うん、それをなんか完成度8割の状態で持ってくると、フィードバック入った瞬間に泣き出したりするでしょ、うん、ね、泣くんそこでみたいな、いや泣かれても問題解決しないから泣くのやめません、うん、みたいな。で生徒にもね、今ちょうどエッセイ書いてる子で、最初の頃エッセイ400しか書けなかったんですよ。今ね1日6000書いてきますよ、うん、でそれもね、もう下手くそでもいいからさっさと持ってきてって、で壁打ちしようって言ってバーッと喋ってたら、なんか頭すっきりしてきて、なんか適当に書けるようになりました、ははみたいな。でなんか私じゃないみたいですよ、はあみたいなね私ってすごいですよねみたいな、すごいすごいみたいな。だからそうやってなんかキャッチボールをしてあげるのと、僕らが大人としてそのフィードバック、それもこうしたらいいよじゃなくて、この時どうするのとか、この時どうだったのとか、僕分かんないから教えてって言って聞いてると、ポンポンでやっぱ出てくるんですよ。そう、家に帰って一人でやったらもうね、罰ゲームみたいなのあるでしょ、で朝まで経っても終わらないってなるので、うん、もう6時回ったらやめへんって、で10時回ったらもう無理って、もうそれは寝よって、で明日もっとより早くって、ね、でも今僕ここにね、先生なおさんって言われて、なおさんって明日のアポはみたいなっていう風に、なんかもうフィードバックの壁打ちの壁みたいな形で、その一人で完成させなくていいよって、それはそもそも無理だし、一人で作ったら大体自己満足の塊になるから、相手には誰も納得してもらえない上に文句ばっかり言われるから、じゃあ人に見せた方が早いよねって。いろいろとありがとうございました。はい、もうすいません、なんかペラペラ喋って。じゃあ、まあ最後にですね、はい、ご家庭とか保護者に向けて、はい、先生として日野先生が、この先考えられていることとか、多分いろいろ迷われている方がいらっしゃると思うんですけども、はい、そういった方に何かこう一言メッセージをいただければと思うんですけども。わかりました。はい、とにもかくにも、その悩んだ時に一人で抱えないことと、もうこれしかないと思って決め打ちでやってしまうと、子どもたちの逃げ道がなくなるので、まあ教育って答えがないですし、結果が出るのは30年後大学入試で決まるわけじゃ当然ないですから、慌てないことと、何でしょう、これしかないと思って自分を追い詰めないことで、困った時に信頼できそうな人に相談するということを子どもの前で見せることが一番大事かなと思ってます。ですから一緒に困ってあげることが大事ですし、困ってるからこそ子どもたちは自分ごとにすると思うので、自分ごとになるように意識しながら子どもさんとお付き合いするのが一番いいかなと思ってます。私からは以上です。はい、ありがとうございました。はい、はい、そういった形で今回日野田先生にお話を聞くことができました。今回の動画がこう偏差値だけとか合格実績だけとか、そういったもの以外で学校を選ぶ一つのいいきっかけになればいいかなというふうに思います。日野田先生、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。